もともとマネポンさんがこう、はい、スタートしたのが先ほども熱機器という技術から、はい、それを応用した形で発展してこられたというふうに伺ったんですが、はい、どのようにこう成長してこられたのか。もともとは弊社は創業者が日立製作所で、技術者をやってたんですけども、まあ、戦争も終わりまして、まあ、これからどうするんだという時にですね、はい、日立製作所の従業員向けのお風呂屋さんを始めたんですね。お風呂屋さん、お風呂屋さんを始めたと聞いてます。ただもう、まあ、戦争終わって日立製作所がいろいろごたごたがあって、まあ、その時に東京の渋谷に移ってきまして、でお風呂屋さんをそのまま渋谷でやったと。ただお風呂屋さんってお休みがない。なるほど、24時間仕事が365日、それなんですよね。まあ、そんな中でやっぱり仕事をする上でもやっぱり休みが欲しいということで、まず空調工事、まあ、暖房空調工事を始め、銭湯はやめられて、銭湯をやりながら暖房空調工事を始めたそうです。ただ暖房空調工事も大体土日に工事が重なるということであんまり休めなかったということで、やっぱ休むためには製造業でものづくりだということで、まあ、創業者を考えたみたいで、まあ、製造業に入ってきたというのがもともとのルーツだそうです。最初は農業部門じゃなかったんですよね。全く農業関係なくてですね、大空間を暖房したりとか、お湯を使える環境を整えるとか、まあ、ごくその生活に必要なところをサポートをしてたんですけども、まあ、それが時代の発展とともにその農業の方に入っていったという、ね。なるほど、はい、ネポンさんのコア技術でいうとやっぱりその温めるという技術がやっぱコア技術になってくる、はいはいはい、温めるのと、まあ、その環境、まあ、常にその暑くなりすぎても寒くなりすぎてもダメなので、まあ、そこの制御をするというところ。最初はどちらかというと一般家庭向けのものを作っていらっしゃったんですか。そうですね、まあ、住宅というよりもビルであったり、もっと、まあ、そうですね、産業用向けに、まあ、そういった形で入っていったんですね。なるほど、はい、そこからこうまた色の違う農業という分野に進出したきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。もともと今お話しさせていただいたように、工場とかの大空間の暖房を得意にしてましたので、ビニールハウスという大空間でもできるんじゃないかっていうご相談が実は農家の方、それが53年前と伺ってますけども、でその時にポンと導入したら、まあ、うまくいったっていうのが農業とのお付き合いのきっかけになってます。なるほど、はい。またこう社長になられた当時にこう決められた覚悟を表したこうカードがあるというふうに伺ったんですが、はいはいはい、それが結構心の支えになったと。これは全従業員さん持っていらっしゃるものなんですか。あ、そうです、全従業員に配布しておりまして、はい、こちらがみんなが豊かな生活にっていうのが理念、弊社の社税でございます。社税、はいはい、で裏にレポン従業員の心得と、はい、まあ、一体感、全体最適、 PDCA、 それからスピード、責任逃避からの脱却、自らが考え、そして実行すると、で熱意と、はい、そうですね。なるほど、はい、結構これは仕事をする上でも経営者としてもこれを心に置いておこうと、はい、家でも言ってますけど、嫌われてますけど家でも言ってますよ。家でも家でも言ってます、はい、教育方針として、教育方針として、はい、明文化するっていうのがやっぱり大事なんでしょうか、覚悟という意味では。そうですね、明文化っていうのも重要ですよね。明文化してそれをやっぱり伝えるっていうのが、まあ、伝えて理解してもらうっていうことがやっぱり何よりも重要なことだと思うんですよね。やっぱり人ってこう納得しないといいパフォーマンスって出さないので、まあ、出せない生物だと思うんで、ああやってみようとか、そうだよねっていう共感共有で理解納得をして次に行動するっていう、まあ、このパターンを生んでいかないと、私が一人これやれあれやれって言ってもですね、正直なかなかみんなそんな簡単に人は動いてくれないですよね。なるほど、納得感、納得とか楽しそうだとかも含めてやってみようと思う気持ち、まあ、これが一番大事じゃないかなと。またその動機づけがやっぱり難しいところではありますよね。そうですね、こう行きたいと思っても、そうですね、社長の中でこういうふうに語りかけるとか、社員さんにこういうふうに接するっていうなんかこうポリシーみたいなのってあるんですか。基本的にはその社長っていう立場といえども、立場とか関係なくお互い言いたいことは言うっていうのは心がけてますよね。社員さんも結構言ってくるんですか。中にはもちろん社長それは違うよって言ってくれる人もやっぱりいますんで、むしろだから評価することによって、私がどういう人を評価するということを明確にすることもにしないと、逆に
言わないですよね、うん、社員は、そこを評価するってこういうスタンスが大事だよという意思表示にもつながるということなんですね、はいはい、まあ、ある意味言ったもん勝ちのところもあるんでしょうけども、ただ本当にその本音で話すっていう語るっていうのがやっぱりすごく重要だと思いますので、私ももちろん本音で語りますし、社員からもやっぱり本音で、まあ、語り合えるようにはしてますよね、うん、なるほど、